タルトタタンタルトタタンとは、型の中にバターと砂糖で炒めたリンゴを敷き詰め、その上からタルト生地をかぶせて焼いたフランスの菓子、ひっくり返してリンゴの部分を上にして食べる。ホテルタタンの看板いい伝えによると、タルトタタンが最初に作られたのは19世紀後半のラモット・ボーブロンにあるホテルタタンにおいてであった。ホテルを経営していたのは、 ステファニーとカロリーヌのタタン姉妹であった。有力な説によると、タルトタタンを作ったのは、調理のほとんどを担当していた、ステファニーで、彼女は、ある日余分な仕事をした。彼女は、伝統的なアップルパイを作り始めたが、リンゴをバターと砂糖で炒めていたところ、長く炒めすぎてしまった。焦げるような匂いがしてきたので、ステファニーは、失敗を何とか取り返そうと、リンゴの入ったフライパンの上に、 タルト生地を乗せ、そのままフライパンごとオーブンへ入れた。焼けた頃にフライパンを出してひっくり返してみると、ホテルの客に出しても良いようなデザートが出来上がっていた。他に、タルトタタン協会によると一説があり、ステファニーが砂糖で焦がしたリンゴタルトを間違って、ひっくり返してしまったという、どちらにしろ、ステファニーはオーブンから温かいままかつてない一品を客に出し、新たな伝統菓子が誕生したのである。 タルトタタンはホテルタタンの看板菓子となり、作り方はソローニュ地域に広まった。レストラン経営者、ルイボーダブルはソローニュへ来てタルトタタンを食べ、彼の超高級レストラン、マキシムの固定メニューに加えたため、タルトタタンは世界に広まることとなった。タルトタタンは形の整ったリンゴ菓子でなければならない。炒めたリンゴがピュレ状になってはならない。北、アメリカでは、 タルトタタンはアメリカンスタイルのアップルパイに使われることのないゴールデンデリシャス種のリンゴを使ったものが典型的とされている。また他に西洋梨、桃、パイナップルなどの果物、トマトや玉ねぎなどの野菜を用いて作られることがある。日本のみならず日本国外でも食すことができるポピュラーな洋菓子。上述したように失敗が元で広まった洋菓子でありデコレートされた。 ケーキなどと比較すると、シフォンケーキやクッキーのように、一般家庭でも比較的簡単に作ることができる洋菓子である。レシピもバリエーションに富み、本屋では様々なタルトタタンの作り方を解説した書籍が販売されている。ありがとうございます。